今回なんと、幼日2期の円盤が発売されましたということでね。まあ、幼日2期のアニメといえばね、まあ、最終的にいいアニメとして終わったんですけれども、まあ、ところどころ見ると、なかなかな回もあったということで、まあ、そこら辺円盤で修正入ったりしているのかなと思って気になって調べてみました。あの、めちゃくちゃ変わっておりましたね。うん、あの、びっくりするぐらい作家修正が入っておりまして、あの、第1巻、ブルーレイの第1巻って、1話から第4話まで封入されているんですけれども、何百カットど かね、まあ全体何百カットあったのかわかんないんですけれども、まあ、とにかく大量の修正がされておりましたので、この円盤はねかなりなんか新しい様子を見る感じでなんかいいですね、なんか勝手得したような気分でございます。はい。で今回の動画では円盤でのね作家修正ポイントなんかをまあ、全部紹介していくと、もう大量になってしまいますのでねほんの一部分だけ気になった部分だけ紹介していきたいと思います。 まずは第1話、戦場試験の始まりの部分になってくるんですけれども、第1話ほとんど修正はなかったですかね。あの、ちょこちょこあるぐらいで、まあ一般的な作画修正、円盤での作画修正ぐらいのレベルかなっていうぐらいの、えー、カットの修正でございました。えー、基本的に幼術の修正は顔の表情のね、修正が非常に多くありましたね。うん。特に綾野孝治なんかは基本死んだような顔してるんですけれども、それがデフォだと思ったんですけれども、死んだような顔はデフォじゃなかったっていうぐらいね、ほとんどの、あの、死んだような顔の表情 表情は修正されてのこんな感じであキリッとまあこれも死んでっちは死んでるんですけれども、まあいい感じに変わっておりましたね。うん、まあ大ちゃに関しましては、比較的に差がいい回だったので、特にそこまで大きく目立った修正はなかったところでございました。続きまして、第2話、戦場試験、その2でございますえ、こちらはですね。えげつないぐらい修正入っておりましたね。まあ、アニメ放送当時もですね。あ、これかなりヤバいんじゃないかと言われていた回でもありましたので、まあ、どれぐらい入るのか気になっていたんですけれども。まあこの？回 今回はね、秒に1回ぐらいい、ね、い修正が入っっってててるんじゃゃゃないかっていうレベルで,です、ね、めちゃくちく変わってましたね、うん、前半パートは、その、か、綾小路とね、堀北の会話のところに、エンが絡んでくるっていうところがあるんですけれども、まあ、ここら辺全体的にね、画面がめっちゃ暗かったんですけれども、ブルーレイになって、全体的にね、明るくなって非常に見やすくなっておりました。やっぱ明るくなると印象もだいぶ変わるかなっていうところで、まあ、それに合わせてね、ところどころ、えー、表情なんかもね、修正が入っていたりしました。このカットなんかは、それが顕著なのかなっていうぐらい、 あれもこれパチモンじゃないかっていうぐらいね、放送版が、なんか、すごい見てると不安になるんですけれども、ブルーレイはね、まあすごくいい感じに修正が入っておりましたね。ここのカレーザーもね、すごく良くなっておりましたね。うん、やっぱ、あの、目に、ハイライトがこんなにも入り方によって変わるのかっていうぐらいね、生き生きしてるんですよね。まあ、あやの工事も全体的に虚空を見つめているようなね、感じだったんですけれども、まあすごくね、あの、焦点が合ってる感じになっておりました。まあこの回は、串田すべてに修正が入っておりましたね。うん、まあその、早々当時はそんな、あんまり感じなかったんです けれどもここううやっっっっててて見比べてみるとななんんかか前のの放送バージョンがこんなだったたいうぐらいらびっくりしましたね、うん、まね、あ、個人的にはね、この星宮先生の修正が好きでした。まあ、この軽井沢のカットはね、すごい印象的だったんですけれども、作画で綺麗に修正されておりました。まあ、真鍋もね、全体的になんかボリューム感がアップしていい感じですね。お次は第3話、戦場試験その3でございます。まあ、軽井沢、綾野幸堀北、一ノ瀬あたりの修正が多かった印象なんですけれども、この軽井沢のカットなんかはね、めちゃくちゃ良くなりましたよね。あと、一ノ瀬は、まあ、表情 今日も修正が入ってるんですけれども全体的にブルーレイでボリューム感が増していたんですよねお次は第4話体育祭編その1でございますこの回も作家修正めちゃくちゃ多いですまあ、特に堀北ですね堀北の表情は細かいね修正が非常に多く入っておりました、まあ、この軽井沢の表情はテレビ版クシャッとしていて好きなんですけれどもねブルーレイ版でまあ綺麗に修正されておりましたそして握力測定のシーンにも結構な修正が入っておりました、まあ、この回ね後方腕組み堀北がめちゃくちゃ好きで何回も見ちゃうんですけれども、ね まあそこらも綺麗にね、修正されておりましたね。そして4話のラスト、またもや堀北なんですけれども、まあ、堀北はね、非常に修正が多いですね。このなんかマスコット感あるね、テレビ版の表情がすごい好きなんですけれどもね、まあブルーレイで綺麗に修正されておりました。まあということで今回は妖術第2期円盤の作画修正について話していきました。いやね、めちゃくちゃ修正が入って綺麗になっていたので、円盤はかなりお勧めしたいところでございます。しかも第1巻にはね、その妖術0巻っていうね、300ページ以上のですね、めちゃくちゃボリュームがあるね、小説がついてきますので、まあ これも合わせてねっていうところで結構お買い得なんじゃないかなと個人的に思いました。皆さんどうも皆さん是ぜひともコメント欄にお願いします。それじゃあまた。